自然災害からの復興や東京オリンピックを控え、それに伴って建築ラッシュが続く日本。建築に携わる優秀な人材はこれからも引く手あまたとなることが予想される。その舞台へ上がろうと努力を続ける学生がここにいる。高校の時に大学で何を学びたいかなって思った時に、サグラダファミリアっていうのを見つけて、でこうどういう風になっているのかなかなかこう写真だけでは分からなかったので、自分の目で見てみたいなっていう。崇城大学の建築学科へと入学した後も、海外の建築物に対する彼女の憧れはどんどん高まっていき、1年生2年生と可能な限りの単位取得を目指した。それには彼女の夢を実現するためのある理由があった。アルバイトをして少しずつ貯金はしていった時に、ちょうど学科で海外研修をするっていう話があったので、そちらに参加して、その中でスペインに行って見ることができました。やっぱり体感するたことで、もっと詳しく知りたいなという気持ちになりました。個性とリーダーシップという相反するものを共有した学生ですね。でかい仕事をしてほしい女の子で、多分超高層を任せられるようになったら、多分日本初の現場監督になるんじゃないかなというふうに期待はしています。夢だった海外研修も実現し、次は建築家という夢の実現に向けて指導した彼女は、さまざまなプロジェクトへの参加を積極的に行っていった。今研究室で卒業設計を1年間取り組んでるんですけど、駅前にペデストリアンデッキという歩行者用の空間を作る設計を進めています。駅前から、公園が駅の先にあるんですけど、そこまでデッキを作ってあげると歩行者のためだけの空間ができるので、もうちょっと 歩いて楽しいような空間ができればなと思って設計を進めてます。物おじしない性格で、何でも自分でやらないと気が済まないと自己分析する彼女は、大手ゼネコンに就職が決まった。大学で学んだ建築意匠設計のノウハウを生かし、これからは建築施工の管理者として、彼女ならではの快適な生活空間をきっと生み出していくことだろう。